どうも ORER の皆さん、どうもチャピンです。はい、やってきましたよ、この時が。ワンオクロックニュースっていうところにね、載ってた情報なんですけど、なんとこちらが発売されました。これ、こちらで、こちら先に開けてみちゃったんですけど、なんとワンオクロックのページがこの雑誌の3分の1ぐらい占めてて、結構ワンオクロックファンに、これを買わせようみたいな、買わせようっていうか、これを買うのはワンオクロックファンが多分多いと思います。まあ表紙にもね、表紙もワンオクロックだから、こちら中身見せていこうかなと思ったんですけど、ネタバレになっちゃうよね。いやでもちょっと気になるところはちょっと見ていきましょう。今回出たということで買ってみたんですけど、これまでワンオクロックの雑誌とかいろいろ出てたんですけれども、インタビューとかは今までなかったんですよね。今年行われた渚園のライブのレポートなどが書かれていますね。結構内容的には盛りだくさんですね。でまず最初に映るのが人の多さいや多くね。いやこんなにいたとはって思いますね。だって1日で5万5000人で2日で11万人ってことだから、結構多いなと思いました。で5万5000人とか数字で書かれちゃうとちょっとわかんないんですけど、やっぱこうやって写真で見るとこんなに人多いんだって思いました。結構いるな。まずこちら歌ってますね、弾いてますね、歌ってますね、ペラリ、うん、ここからインタビューが開始されます。ずらーって書いてあるんですよ、ずらーって。あ、弾いて、これ結構長、嬉しいけど、うわ飛んでる。でずらーって結構長いんです。あ、終わった。インタビューは5ページぐらい書かれてますね。来年のアリーナツアーの情報も載ってますね。ここに書いてあるのは、まあ以前僕が出した動画の通りになっております。ちょ、これやばない？これやばないでしょ。これすっごいかっこいいんだよ、それだけ。うちこで、こうやって写真集とか見ちゃったらさ、ライブ行きたかったって思いますよね。あのですね、11月20日かな、ワウワウでなんとワンオクロック渚園のライブがオンエアされます。よし、こんにちは。僕の好きな曲がすごい入ってるんですよ。まず1曲目のさ、リメイクから、ちょリメイクすごいな。1曲目からリメイクをぶちかますところさ、もう本当に見たいですね。リメイクから始まるってすっごいとてつもなく盛り上がるライブじゃん。で最後はノーバディーズホームで締める。そう、僕言ってなかったんですけど、ノーバディーズホーム実はすごい大好きなんですよ。すごい心にグッとグッとグッとくるんですよ。でエンディングの最後は完全感覚ドリーマーで攻めると。いやこのライブ素晴らしいんじゃないかと思います。しかも新曲のテイキングオフもぶちかます。でその次にザ・ビギニングって、これ以上に素晴らしいライブあるのかっていうぐらい、今回の渚園は素晴らしかったライブじゃないかと思いますね。はい、というわけでこちらワンオクロックのピアミュージックコンプレックスでした。で、あとしっかり渚園のライブを見たいと思います。どうも、キョピンヌでした。